さん事件です今日の事件は2つ一つはねナミ、まあ、さんのダイダルスウェレットが立ち上がらなくなってしまったということですよねこれはちょっとやばいですね私の方はダイダルスウェレットバージョンアップしてないんで古いバージョンなんでね立ち上がるんですけども今回のダイダルスウェレットのバージョンアップ4.5.1ですかこちらの方はまだね あのー、そういったミスがミスというか不具合が散見されるようでございますまあ大丈夫ですよナミさんねダイダルソーレットは不滅ですまあ1つ目の事件はこれですね2つ目の事件はねナミさんもご存知だと思いますけどもジャニーズ事務所に昔ロックバンド男組っていうのがありましてこれがねどうやらね1年ぐらい前から再結成するんではないかなというふうな雰囲気を匂わしてきてるんですよ というのがねやっぱインターネットの時代に入ってきてジャニーズ北川さんもお亡くなりになって今タッキーがねタッキー翼のタッキーが静導権を握ってやっていると思うんですけどもやっぱり考え方も随分変わったりとかそれから当時ねジャニーズ事務所から見ると男組っていうのはいろんなうんグループがいるうちの一つだったんでそのグループの一つが、まあ、いわゆるね反旗を翻したことっていうのは 抑えがたいいもものだったと思いますけども今ジャニーズ事務所のアイドルさんとかグループっていうのはそのお得組をね伝説として憧れとして頑張ってきた育ってきた人ばかりが今30代とか場合によっては40代とかになってると思うんですよ。そうなるとジャニーズ事務所の運営体制っていうのはお得組そろそろいいんじゃねみたいなね雰囲気になってきてもしかるべきかなとそしてそれを仕切っていたジャニーズ北川さんはもう今この世にいないということでその意思を継ぐ意味でも。 意意思を継がない意味でも新しく生まれ変わる意味でもどんどん新しいことをこのインターネットの世会だから挑戦していこうよみたいなことになるんじゃないかなと思うんですよ。そして党のメンバーですけどもえ実はね前田光洋さんっていうのは確かまだジャニーズ事務所にいるんじゃなかったかな芸能界にいるんですよとにかく。で岡本淳一さんっていうのはあのこれは男組にいたギターのメンバーですけどね彼はね木村拓哉さんにギターの指導するぐらいの。 まあ,あのセンスなんですよね。で、役者としても結構やれてましたしね。で、この人も多分ね、ジャニーズ事務所にいるんですよ。で、問題は、高橋和也さんと成田翔司さんっていうね、リードボーカルの二人、この二人の確執、二人ともとんがってましたからね。で、高橋和也さんが、大体、えー、素行が悪くて、出ていったって形になりますけども、社会にも思われて、今は、第一線で活躍する役者であり、俳優であり、そして、 まだ歌も歌もってるんですよねでこの高橋和也さんのお子さんっていうのが、まあ、ちょびっと芸能界に入ってきてるような感じになってきたりとか、まあ、岡本さんのねギターの岡本さんの息子さんっていうのは今ジャニーズ事務所で金八先生にも出るぐらいの、まあ、主役みたいな感じでね出てましたけどね準主役みたいなんでそういったところもあったりとかと一番冴えないのが成田翔士さんじゃないかなと思うんですよ。成田二さんは 男組にすごくかけていたんですけども高橋和也の素行の悪さと脱退によって急に自分の家族ともいえる男組の活動ができなくなってねそれによってインディーズの道に入ることになったんですよでやっぱりねいろいろ苦しかったらしいですよインディーズといってもね元男組っていってもどんどん売れるわけでもなくて、まあ、私はすごく彼の曲好きなんでシリーズと買ってるんですけどねでも片方では あの残りの3人っていうのはねうまくやってるところを見てそして成田松二さんは途中あまりにも苦しくって覚醒剤に手を染めてしまうんですよでもそれが話題になるかっつったらそこそこならなくってねそれが二重にショックだったんじゃないですかね大抵ね考えられるのは元ジャニーズ事務所男組のメンバー覚醒剤使用所持みたいな感じでダーンって出てね和田賞に引っ張られてあのインタビューを求められたりとかするのかなと思ったらあんまりね話題にならなくって。 それはある意味ジャニーズ北川さんが事件をもみ返したところもあるのかもしれませんけどもどっちにしてもあのせっかくねせっかくしたらあれですけどもせっかくのネタですから話題にならないよりもなった方がいいと思うんですよでもそういうのを通じてまあ今一番闇,闇が深いのがこう成田翔司さんなのかなと思いますよねでもいい曲書くんですよね成田翔司さん昨日もね私ね成田翔司さんの CD 聞いてたんですけどもやっぱりね自分がね あの10代の頃とか20代の頃に戻ったような気持ちになってで自分の平凡なドラマがその成田翔二さんの曲によってね、まあ、ドラマチックに飾られるそんな思い出になるんですよねすごい力を持ってる人だと思いますえー、ということでね最近男組の動画を上げることが多い私久保哲郎でございましたナイさん男組ご存知ですかこれからもう一曲聴いてみようかと思うんですけどね「Daybreak」